アンピシリンとは、1961年から、感染症の治療に用いられているベータラクタ向け、抗生物質の一種である。アミノペニシリングループに属し、抗菌スペクトルや活性は、アモキシシリンとほぼ同じである。また、アレルギーを起こすことがあり、程度は発疹などの軽度なものから、アナフィラキシーのように重度なものまで様々である。赤く、色をつけた部分が、 アンピシリンにおいて、ペニシリン G に付加された網のもである。アンピシリンは、ペニシリンと同じ β ラクタム系抗成物質の一種であり、アミのペニシリンファミリーの一つである。アンピシリンは、ペニシリン G に網のもを付加したものであり、この網のもによって、グラム陰性菌の外膜を透過するようになった。そのため、アンピシリンは、グラム陽性菌を呼び、 グラム陰性菌の一部に有効である。しかし、耐性の高い緑脳菌には効かない。アンピシリンは、細菌の細胞壁を作るために必要な、ペプチドテニー酵素の DD、トランスペプチダーゼを、喫抗阻害する。したがって、細胞壁合成の、第3ステージ、及び最終ステージを阻害し、最終的に要菌させる。アンピシリンの作用は、 アモキシシリンとよく似ており、尿路感染症、中耳炎、感染性肺炎、サルモネラ、リステリアズイマク炎などの治療に用いられる。ハチス炎の治療には、ベータラクタム系抗生物質のフルクロキサシリンと併用して用いられる。これは、フルクロキサシリンが黄色ブドウ球菌に作用し、同時に、アンピシリンが A 群連鎖球菌に作用することで治療するためである。 この併用剤は、C.O. フルートピシルという名前で販売されている。シュードモナス属全種、クレブシエラ属とエアロバクター属の大部分は、アンピシリンに対して抵抗性を示す。アンピシリン自体は、ペニシリンの次に発見された2番目のベータラクタムで、あることから、昨今は、スルバクタムとの合剤で使用することが多い。 血液のお関門を通過することを期待しての使用では単体でも使用される。アンピシリンは細菌に遺伝子が取り込まれたことを確認するためにも用いられる。導入する遺伝子にアンピシリン体制を高度する領域を持たせ大腸菌に組み込む。その大腸菌をアンピシリンを含む培地で培養し菌が増殖した場合は アンピシリン体制を持っているため遺伝子が正常に組み込まれたと判断できる。アンピシリンにはいくつかアンピシリンを元に開発された抗菌薬が存在する。例えばヘタシリンはベータ・ラクタマーゼによって分解されないように加工されたアンピシリンのプロドラッグであり、所詮インビトロ条件ではあるもののヘタシリンに直接ベータ・ラクタマーゼを作用させてもほとんど 分解されないことが知られている。また、バカンピシリンもアンピシリンのプロドラッグであり、アンピシリンの持つカルボキシ元をカルボン酸エステルの形にすることで、使用性を高めて、蛍光投与の際に消化管からの吸収を良くすることで、バイオアベイラビリティを向上させている。スルタミシリンはアンピシリンに、 ベータ・ラクタマーゼ素外剤の一種であるスルバクタムを結合させた薬剤である。ちょうど、メタンジオールが持つ二つの水酸元の片方には、アンピシリンの持つカルボキシ元が、もう一方には、スルバクタムの持つカルボキシ元が、それぞれ脱水縮合して、カルボン酸エステルになった構造をしている。つまり、スルタミシリン一分子には、アンピシリンと、 スルバクタムとが一文子ずつ含まれている。AB、アホフスドラッグインフォメーション2006、2006エド、アメリカンソサエティオブヘルス、システムファーマシスツ、モスビー、S ドラッグコンサルト2006、16エド、モスビー、インク、インディペンデントアンティバイオティックアクションズオブヘッドシリン。アンドアンピシリンリビールドバイファーストメソッズ。 アンティマイクラブ、エージェンツキも三十五八 p m c 四四四十万千三百五十三プミド四百五十九万七千七百七 http コロンスラッシュスラッシュ ac.asm.org スラッシュ cgi スラッシュ pmidlookup、ビュー、イコールロング&、プミドイコール四百五十九万七千七百七ありがとうございます。